平和の中に愛があっても愛の中に平和なんかないんだ。あいつをぶっ殺してでもあの子を手に入れたい。この手を血で汚してでもあの子を手に入れたい。唯一人が人を殺す価値のあるもの。11月12日が終わらない。世界が爆発しちゃえばいいのにね。最後の審判が来ないのを知っていてあなたはそう言う。私って最低だね。殴っていいよ。俺が殴れないのを知っていてあなたはそう言う。あなたに悪いところはないの、完璧だと思うよ。だけどそれはつまり俺に悪いところなんかないけど、あなたが欲しいものもなかったってことでしょう。振られるのはなんとなく分かってた。覚悟も決めたつもりだった。でもさ、男ってバカだから最後の一瞬までに向かってた。地球45億年に比べれば俺たちはたかだか15秒程度の存在らしい。吹きこぼれないようにありとあらゆるわけのわからない言い訳を詰め込んだ。振られた時もでも大丈夫だよって。何が大丈夫なのか俺にもわかんない。俺が指輪を渡した数日前に他のやつにも告られて、一昨日まで悩んでたけれどその人と付き合うことにするって。振られたこともそうだけど、そいつに負けたことの方が100倍は悔しい。ランバーだったら多分わかると思う。 MC バトルの1回戦負けなんて目じゃないよ。普段は缶ビール3杯で酔うのに、4杯目のウイスキーを片手にこのシンクをかき殴って酒で割った悔し涙。それでも起きなきゃならない辛い明日。いや、起きられる明日がある、次がある。俺はラッパー、次こそぶちかます。あなたは自分を最低の女だと言ったけど、それなら俺は最悪な男です。どうかお幸せにとは言えない。背中でカッコつけてさよならが言えません。もしももっと早く告ってたら、もしももっとちゃんとしていれば、羊の代わりに取りこぼったもしもばかり数えて眠れない夜。あなたは28までに結婚したいって言ってたけど、ならもし28になってお互い決めた相手がいなければ、この指輪を取っておくから、はい、喜んで。その言葉と同時に抱きしめました。3分間の無言のラブソング。俺の生まれて初めてのプロポーズと生まれて初めての浮気を同時にした夜。ありふれありきたりな悲しみですが、忘れずにこうしてアルバムにしまう。いつか振り返る勇気がついたら、辛い経験も楽しい思い出になることを信じてる。手放す悲しみと持ち続ける苦しみ、その墓までずっともがいてた。触れられないけど離れられない人、手に入らないけど失ってはいけない人、まるで懐かない飼い猫のような人。あの日から一体何本のニコチンと何杯のアルコールを消費したことでしょうか。それでもこうしてステージでざれ言を並べてるってことは、2年前の11月12日は明けたんだ。それでもあの時の約束を覚えていたら
そんな感じで、僕の失恋ソングを集めたミニアルバムも今現在制作中ですので、もしなんかどっかで見かけたら買ってやってください。ありがとうございました。